岩井喜一郎8月17日昭和41年4月7日は日本の醸造技術者、実業家、京都府平民。1909年に摂酒造においてアルコール連続上流装置を考案。岩井式アルコール連続上流装置としての地位を確立。明治45年に新式焼酎並びに酒精含油飲料を全国に率先して製造開始。 大正8年に合成製種を開発し、工業的大量生産の創始となった、旧右衛門の長男。明治35年大阪高等工業、学校醸造学科卒業。明治42年合司会社設主制醸造所に入社。大正9年設主造常務、取締役兼技師長に就任。昭和9年大阪帝国大学工学部講師に就任。 昭和12年摂津酒造常務取締役を辞任。昭和20年本坊酒造顧問に就任。昭和33年王女法賞を受賞。昭和35年本坊酒造山梨工場におけるウイスキー製造設備を設計。昭和39年日本発行工業会顧問に就任。大阪高校15期生であった竹鶴正隆は摂津酒造へ入社の際。 大阪高校醸造家の一期生として先輩であった岩井木一郎を頼って、摂津酒造へ入社した。1918年摂津酒造、安倍喜平社長、常務であった岩井木一郎が竹鶴正隆をスコットランドに派遣。1920年に日本人として初めてウイスキー作りを学んだ竹鶴正隆が帰国し、岩井木一郎に実習報告書を提出した。 国産ウイスキーの原点、竹鶴ノートイコール、実習報告である。1945年、本坊酒造、古門に、就任、1960年ウイスキー部門の計画を、任され、手元に残していた、竹鶴ノートをもとに、山梨でのウイスキー上流工場設計と指導に、携わり、本格的にウイスキーを作り始める。竹鶴に従った製法で、ヘビーで、 スモーキーなウイスキーであったという。9年後、本坊酒造は販売不振のため撤退を余儀なくされた。祝いの死後、1981年鹿児島工場での生産を開始で再参入し、自社の焼酎、宝星から引いた火星からマルスウイスキーが誕生した。ABCDEFGHIJKLMNOP 人事更新録7班。 E94 マルスは生きている。前2回、前半、ハット ABC、人事更新録。第11班ウェイ 338. ありがとうございます。